皆さん、おじゃです。こちらにいるのはプラナリアでございます。とても小さいプラナリアが3匹ぐらいいますかね。このプラナリアはね、ヤズ卵にもらいました。ヤズ卵の詳細は概要欄に貼っておきます。ということで、ね、今回はこちらのプラナリアをぶち殺します。というわけで、めった出しにしたいと思います。さあ、いきますよ。ただ、あれ切れなかった。切りにくいぜ。くそ。切れた。そう、まあ、皆さんね、もうプラナリアといったらね、もう切るという概念があると思いますが、プラナリアは切れても何とびにもなるんでね。でもなんかお湯にかけると死ぬらしいですね。ほら、とら、さらに、あれ切りにくい。あ、ちょっとね、これのこのカッターが切りにくい構成ですね。切れた切れた。切れてもまたこう形がね整ってきて、これでもう生殖できると。でもなんかなんだっけな、なんか切りすぎてもダメらしいですよね、なんか死ぬって。でもね、このサイズだとね、縦に半分こできないんだよね。いくぜ。くそ、ほら、よし、これで3匹いたから6匹になりましたね。すごい。動いてるもん普通に。いや、すごいね。通学とかあるのかな。 あるだろうな。でもこの辺にいますね。ちょっとね、このサイズだとね、これ以上切りにくいんですよ。で、このプラナリア結構ね、生命力高いですね。すごい。めちゃめちゃ元気ですよ。本当に。なんでね、今回は、ぶち刺しても全然こんな元気に生きてるんでね、素晴らしい結果となりました。時間を置いてもう一回見てみますか。はい、2日が経過しました。はい、ちゃんとね、頭の方ありますね。泳いでますよ。ほら、目が見える。こちらもね、目が見えます。そして胴体の方がですね、はい、胴体の方もね、見つけました。動いてますよ、胴体もちゃんと。こっちの方も切った部分ですね。はい、しっかり動いてますね。顔がないので、やっぱりこれは下の方かな。はい、というわけでね、今回は
ここにもいました。今回はプラナリアの体をもう切ってみたんですけど、普通に2日もすればこういう風にしっかりこうちゃんと自分で動けて、しっかり形が整ってくるようになりました。まだこの胴体の方はね、顔ができていませんが、これから顔ができるんでしょう。期待しております。ということで、今回はご視聴いただきありがとうございました。また八つ咲きにしましょう。というわけで、さよなら。うわー、やべ、もう錆びてる。やべ、ほわっ、いきいな、お前。そう。横だ、横。そうそうそう。よし。よっしゃ、切れた。では、さよなら。出さんでる後ろにおる。電線で段折り、電線で中割り折り、電線で折る裏も同じ。ハサミで切る電線で後ろに折る、目が出てき赤い。